皆さんこんにちは、緑ゆりえです。映画白夜行に出演することになりました。私は主人公ゆきほの友人川島恵理子を演じています。恵理子はすごいおっちょこちょいでドジで天然な女の子なんです。だからすごい可愛らしい女の子なんで、皆さん見ていて微笑ましくなると思います。あとカツラをかぶったりとか服装も昭和だったりするので、すごい時代背景とかがすごい分かりやすいと思うので、皆さんぜひそこを見どころなんで見てください。2011年1月29日公開、映画白夜行、皆さん見てください。19年前の殺人事件、容疑者の自殺により。お母さん死んでるの？真実は闇に消えた。小説好きだろ。唐さんのお母さんって人殺しなんだって。息子さんにお話を伺いたいんですが。お前の親父さんを殺した犯人の子供だよ。誰が噂流してるんだろう。お大事に。自殺するのを知っていたということですか。この町の人間はみんな狂ってる。今どんな気持ちで生きてんだ。お久しぶりです。被害者の息子と容疑者の娘が知り合ってた。世界で俺たちにしかわからない秘密。妻の周辺で女性が領職される事件がいくつも起きています。あの人はこの家のお金が欲しかっただけ。人間の心は悪魔には勝てない。お前が俺を狙ったのか。私はいつも夜だった。でも暗くはなかった。太陽に変わるものがあったから。光と影が重なるとき、壮絶な真実が明かされる。私は知らない。白夜行。殺したのは心。